新刊、何が何でも長編小説が書きたい。大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家日記。今日のテーマは、作家の再生って結構大変なんですよ問題。えっ、ー、と、今日は創作単語スロットっていうやつをガチャガチャ回してみて、 うんと、出てきた三つの単語で、えー、なんか話しましょうっていうのが出てきました。で、今日のお題が、暴走、爆弾、再生って三つ出てきたんだけど、まあ、こんなもの繋げてもしょうがないので、なんかこう、これって話が出そうもないので。で、じゃあ今日はまあ、この再生ってところで話をしようかねっていう、そんな話です。<laughs> んで、まあ、あのー、そう、作家の再生って結構大変なんですよっていう、まあ、そんな話です。作家の再生って何っていう、おいう、こ、ことが出てくるでしょうけど、あの、要は、リデビューとか、リトライとか、まあ、そういうもんです。その、デビューしたものの、なかなかこう、うまくいかず、改めて、うんうん 違う賞を、新人賞に応募して、それで、そこで化けるっていう、まあそういうものです。ええ、これは昔からある話だよね。なの、特にそのエドガランポはもう本当に昔からプロはま問わずっていう、 そういう賞だったので、江戸川のポッションは割とこういうリデビューっていうのは、うん、昔からありました。まあ、その、古いところで言うと、そうね、実は森村誠一さん、<laughs> 古<う> <laughs> あんまり新しいところで出,出すと、その、まあ、なんとなくこう差し支りがありそうな気がするので、えっと、森村誠一さんは、その、お何本か、 えっと、こう、新書版で出して、んで、その次に持ち込んだところで、これはものすごく出来がいいからっていうこと出来がいいから、うちじゃなくて乱歩賞に出したらっていうことで、えー、応募したのが、それが構想の資格だったね。ええー。あと、お西村京太郎さんは、おりゅうものの新人賞を、 受賞した後、うんともすんともだったので、江戸川乱歩賞に応募したし、えー、藤原ひょさんは小説、あ、違う、すばる文学賞だったかな。えん、ー、で、純文学で、えー、デビューしたけども、おんともかんともだったので、うーん、江戸川乱歩賞に応募して、えー、大化けしてと。えー あそうそう。宮部さんもそうだね。宮部さんは乱歩賞ではなくて、新潮のミステリー大賞って、新潮者があの、賞だったんだけれども、ーオー大モ物の推理小説新人賞を受賞したんだけど、そこから先伸び悩んで、んで、んその、新潮のサスペンス大賞ってあの当時あったので、で、そこで応募して、えー、それが魔術が囁くだったから、確か。ね。 あ違うレベルセブンか。だね。レベルセブンだ。そう,そう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 。で、受賞してデビューしたっていう。再デビューしたっていう。そういうことです。で、そういうふうに大化けした人がすごく目立つので、結構いっぱいいそうかなっていう感じはするんだけど、結構難しいかなっていうのが、まあ、 いろんな人を見てきた実感です。そうだよな、この間、どっかの下読みの人がツイッターでさ、どっかの下読みだって、実は、その、ググれば出てくるんだけど、まあ、こういうのもなんだから一応黙ってるんだけど、その、いや、私は下読みですが、 プロの応募作は、プロって聞いただけで落としますって言った人よ、みんな人がいたよないや、それ読んだときに、お前何様のつもりだって非常に不愉快に思ったわ。僕は。<laughs> その、作品でチェックするのが仕事だろう。そんな、あの、まあ、いいや、よそ。<laughs> どんどんこの話をしてると、うん、横道にそれるのでね。 ええー。まあ実際に、こう、今まで見てきて、デビューして、うまくいかなかったから、じゃあ、もう一度改めて新人賞をデビューしな、応募し直してみようっていう人っていうのは、レアケースです。えっ、ー、と、こう、それでうまくいくことって、 少ないかななんで少ないかっていうのは、まあそういう話は、リクエストが来たら、まあまた話はするけれど、えっ、ー、と、まず、うーん、リトライすることっていうのがまず難しいかな新人賞を受賞して力尽きることって結構多いです。ね新人賞を受賞したんだったら、とりあえずそこの版元で腰据えて仕事すりゃいいじゃんとかっていうふうに思うんだけど、う、は、ん、あ、 大抵の場合、プロになってこんなに、プロってこんなに厳しいもんだって思わないんすよ。ええー。こう、プロットを出してもボツ出してもツ。うん。うん。っていうことって結構、まあ普通にあります。僕も結構遭遇しました。ねあと、うん。 名前の通ってない新人賞を受賞したり、えっ、ー、と、まあ、はっきり言うと、デビューのためにそんなにコストにかかってない、その奨励賞とか金賞とか読者賞とか、そういう、うん、こう、対象じゃなくて賞金かかってないよっていうようなもんだと、そんなにさ、手間暇かけて育ててくれないのよ。 んで、まあ、そういう賞だと、受賞しても、その賞,賞の読者っていうのがいるんだ。乱歩賞だとか、んあの、んまあ、本屋大賞なんかだ、なんか典型的だよね。本屋大賞を受賞しただけで、じゃなくて、本屋大賞だから読むっていう、その賞についている読者がいる。 江戸川乱歩賞だ,からだったら、まあ、ミステリーって普段読まないけど、まあ乱歩賞ぐらいは読んどこうかとか、ナ木賞ぐら,いだぐらいは読んどこうかとかっていう人がいる。そのぐらいは読んどこうかってそれが賞の読者です。で、その賞の読者が、その、ついていないので、そうすると、 名前のつい、あんまり知られてない師匠の場合だと、受賞しても、受賞して作品書くだけではなくて、読者を、こう、自分の読者を発掘する作業もは、はっから始めなきゃいけないんだよ。ん,んで、これ結構大変なんだ。で、それと並行して、えー、次の作品を書かなきゃいけない。で、この次の作品を書かなきゃいけないというのでも、 よく僕が相談を受けるのは、そう,そうそうそう、デビューして曲がない人から相談を受けるのは、その通りやすいプロットってなんかないですかそういういい方法ってないですかっていう聞かれることって結構あります。通りやすいプロットの立て方とか、バットを送って、その編集者から何のレスポンスもないんですけど、結構あるそういう相談って。うん、で、そういう時に、いや プロット送ったんだよね。はいはい、送りました。んで、送って今返事待ってるんだよね。え、結構何ヶ月も待ってます。その間君何してるのっていう話をすると、そこで詰まるんだよね。なんで待ってる間にさ、本、あの、本校書かないのって。えー、こんなものが書きたいんですけども、どこからも注文がありません。っていう。 ことを言う人もいる。いや、君、注文がないと書けないのかデビュー前ってさ、注文なしで書いてたじゃん。デビューした途端になんで注文がないと書けないっていうふうになるのあれが書きたい、これが書きたいっていうような、書きたいものがあるんだったら、さっさと書いて、ルートがもうすでにあるんだから、さっさと書き上げて、で、そこに持ち込んで読んでもらったらいいじゃん。 んで、そこでもうだ、だうちでは出せませんけどってぼつったら、そしたらその時にまた考えればいいんで、で、少なくともそうすればそこに一つの完成原稿があるんだから、ストックして持っとけばいいし、うん。で、例えば、その水坂協会のパーティーだとかさ、その、他の、あのー、 おお他の編集部だとかの、こうあ、なんかのオファーが来たら、じゃあこういうのありますっていうふうに見せてもいいし、ええー、どこかのも引き合いがなかったりすれば、そしたらそれは、その、どっかの新人賞に送ればいい、送り直せばいいんだし、やることっていっぱいあるよね。っていうことはおります。ねえ、こう、あ,あのさ、 こうお、みんな自分が大変だっていうことを考え、えー、考えがちだけれど、えー、出版社の側をに立ってちょっと考えてみよう。その、デビューしたばっかりの、その新人のあなたって、あなたって、これ、思い当たる人いっぱいいる,いるかなわかんないけど。 ええと、僕が見てきた新人作家って結構そうです。ええー、プロットだけ出し、出されても、昨日今日デビューしたばっかりの作家で、1作、2作、3冊、4冊、5冊、6冊、1年、2年にデビューしたばっかりの、おぉ、はっきりよ、どこの馬の骨ともわかんない、ええー、結のに猛虎犯があるような新人作家がさ、って、 今まで何の実績もないんだから、企画書を出されても、そもそも納期を守るかどうかがわからない。それから、昨日まで素人だったんだから、プロとして要求できるだけの、プロとして通用するだけの水準がかけるものが、企画書を見ただけでは、そんな水準に出来上がっているかどうかもわからない。そして、 こう、昨日今日デビューしたばっかりで数字がまあそこそこ、そこそこだったら、そこそこぐらいだったらベテランに頼んだ方がいいよね。数字もはっきりわかるんだからさ。そんなやつのさ、企画書だけ見て通すと思うかちょっと考えればわかるよね。で、これがさあ、まあ僕はほら30年もやってるけど、まあこれも、もう、 4,5年、まあ10年もやってれば、いちいちこのこと言わなくてもいい。なんでかっていうと、まあ、あ、過去の実績がある。つまり、いちいちまでに締め切りを守るとか、そうす、それからあと、それまでに、あの、何十作と作品を書いているので、大体どんな感じの作品を書いてきて、どんな水準になるのかって、大体、 あと、それから、大体、少なくともこのぐらいの数字は上がるよねっていうことが、大体わかると、そうすると、その、ま、企画書なくても、うーん、大体こんな感じの話っていう、それで大体、ま、ざっくりそれだけでも通用してしまうっていうことはある。ただし、その、昨日今日デビューしたあなたは、そうじゃない。 はっきり言って、新人作家の企画書とか新人作家のプロットって絵に描いた持ちなので、絵に描いた持ちなんだよ。だからごちゃごちゃ言ってないで、さっさと書き上げておくなさいよっていう話は僕はよくします。そういう相談を受けたら、まずそういうことをしましょうやっていうことをよく言うんだけど、これがなかなかできないね。えー 一度新人賞を受賞してしまうと、そこで力尽きるのかなということはよく思います。ねだから意外と人間を振り出しに戻ることって難しいんだよね、ということは、こうあ、そういう新人作を見ているとよく思います。 うーんそういうことを思うと、うーん、と、俺も気をつけよって <laughs>、思います。あの、やっぱりね、えっ、ー、と、そうだな、10年過ぎるぐらいあたりから、ある一つで全ての注文が止まるっていう瞬間が必ずやってくるんだよね。 10年ぐらいまでぐらいまで、割と順調にポンポンポンっていくんだけど、まあ、最初のお3冊、4冊は結構大変かも。最初の2、3年は結構大変だけど、そこら辺の最初の山を過ぎてしまうと、10年ぐらいまでは、まあ5年、10年ぐらいまでは、まあ意外となんとかなります。で、それを過ぎると、いろいろ連載やらなんやら、こう、いろんな仕事が来るんだけど、こう、オファーのタイミングが、 全部、あの、基本さ、オファーって、終わることを前提としているオファーがほとんどなので、だからそうすると、何かのタイミングで全部のオファーがピタッと止まるっていうことがあります。で、その時にどうするかっていうことが、まあ、その後の分かれ目だったりします。 だから、来てる注文だけをこなすのに精一杯で、えー、次の仕事をどうやってやっていくかっていう、開拓することを忘れていると、必ず倒れるっていうことはあります。だから、常に新しい仕事、書きたいものを常に続ける。それは、あと注文があるかないかって、全く無関係にね、えー、やるっていうことは大事です。んで、 あの、北方健三さんだとか、夢枕幕さんだとかさ、あんま、あの、すごい人っていうのは必ず一度や二度そういう節目節目で、その、お今売れてる作品から次のステップを踏むために、こう、新しいものをこう誰にも注文受けてない、その、注文を受けてないけど書きたい作品っていうのを、 書くっていうことをやってる方っていらっしゃるよね。やっぱりそういうのを見てると、ら見習わなきゃってことは結構思います。あとは新人作家さんの、新しい作家さんのその、あやっぱり新しい作家さんってこういう感じでぬるいんだよな、なんていうことを見てると、まあ、多山の石というかさ、ああ、こう、自らを変え見る、変り見るっていうことは、 やるよねうんいや本当にこのハンデを知ったようにそういう方っていっぱいいるからねこの番組ではポッドキャストへのお題皆様からのお便りご質問を募集しています マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝聖師賞、オール林物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに、サウンドクラウド、アッ Apple キャスト、グーグ Google スト、スポーティ Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家日記、そんなところでではではでは失礼します。